この辺りの天主しております国蔵と申します。何用だ。あるお大官様からあなた様を巌流島へ行かせるなと頼まれやして、ね、ここを通すわけにはいかねえんですよ。誰に頼まれたかは知らぬが先を急ぐ。そこをどけ。そうですか。はい、それではね、早速やっていただきたいところでございますけども、まずはですね、
ャンバラにも行ってきたので、基本となることがありますので、まずはね、それを皆様にお教えしたいと思います。はい、それでは皆さんよろしくお願いします。はい、はい。はい、今からね、簡単なチャンバラをちょっと作っていきましょう。はい、その中には基本となることがね、いくつもあります。例えば代表的な切り方、3つばかりをね、ちょっとご紹介させていただきましょう。はい、まあ、状況としましてはね、お分かりだと思いますが、まあ、主役を取り囲む悪い人たち、こういった設定でございまして、親分と5分がいます。親分行きましょう。はい、ね、いきなり切り方って言ってください。はい、それで、新さん、下から弾き飛ばして、うん、そう、まだ親分ね、切りかかっていくので、お腹を横に切りましょう。はい、今ね、横に切りました。この切り方を抜き胴と言います。胴を抜く、抜き胴と言うんですね。ちょっと言葉もね、皆さん覚えておいてください。そうなりました、親分、切られた。ゴムをいかるくるってね、切りかかっていって、やばい、あのね、しんさん止める、うん、そう、そしてくるりと一回転、弾き返して、空いた肩口から斜めに切りましょう。うん、そう、ゴム死んでいくパターン。ね、はい、今斜めに切りました。この切り方を、けさ切りと言います。けさ切り。お坊さんがね、けさという衣を着てます。斜めにこうかかってる衣装があるんですけどね、その切り口に似ているから、けさ切りと名付けられました。あ、ちなみにこれ、夜切っても毛先切りです。やや受け、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 シーンとしますよ。ゲッツ、ありがとうございます。懐かしのギャグでございます。どこ行ったんでしょう、余計サンプリは、ね、あ、ごちゃごちゃ言ってないけどね、まだ死んでない、死んでない、あの、お前の手が簡単に死なないんですね。はい、そこでね、最後の力を振り絞って切りかかっていってください。それを前にジャインと弾き飛ばす。うん、どうぞ。まだまだ諦めばいい。足を狙って切っていく。ジャンプで飛ばして、まっすぐ振り下ろす。すごい。はい、待って待って。自分でもおかしいおかしい。そこで何の意味で。振られて騙しでした。いや、時代にそんな人見たことないだもん。新しい。いや、新しくなんでもない。時代とならない。ならない。はい、肩の部分。で、いちいち皆さんのアピールしなくていいな。アピールしなくていいの。いいです、もう十分目立ってるじゃない。あ、すみません、全部に赤いし、あ、わかりました。で、俺も見てない。大体皆さん見てるのこの主役の涼しい顔、あ、涼しい顔、そのむさ苦しい顔見てない。ね、むさ苦しい、はい、でも、すみません、してください。あ、わかりました。すみません、ね、皆さん、最後、真っ二つとなる切り方、これをマッコ、からかけ割りと呼んでいます。3つの切り方でございました。単純ですが、真横に抜き胴、斜めに毛さえ切り、縦にまっすぐ、マッコ、カラタケ、これ3つ組み合わせると、漢字の米という字になります。米。縦、横、斜め、逆の斜め。漢字の米という字をね、チャンバラで基本的に切っていくんです。それをいくつもくっつけてね、迫力のあるチャンバラシに仕上げていくと。こういったことなんですけども、それまで今ね、ゆっくりとやりました。この短いね、立ち回りですけども、本番のスピードでやってみたいと思います。はい。はい、それではご覧ください。いきますよ。はい、本番、よーい、スタート。やるぜ、やるぜ、せーの、せーの、いやー、はい、じゃあ、こっちでーす。よし、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 顔を向けるなって、向けてない、向けてまして、顔を逆さ向けになってる。ちょっとやってみてくれ。稲葉うまい。いいじゃん、稲葉うまい。そうでしょ、いい年してんだから、もう無理しないでいいよ。ね、はい、まあ、こんな感じで我々のね、ジャンバラシに出ております。作品で言いますと、水戸黄門、暴れん坊将軍、娘は銭形平次、大返しで、春日部の時代です。作品ね、出ておりますので、どの顔をついてもね、テレビの画面の方で探してください。見つけたら、画面に向かって手を振ってください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではね、まあ、以上で、ね、基本的なものを皆様にもやっていただきます。名付けて、あなたがサウナ。チャンバラ教室の時間でございます。はい、少々暑いですけどね、本日はまあ大体皆様の中から代表の方5名ぐらいのお客様に、ちょっとね、挑戦していただきたいと思います。はい、それでは行きましょう。やっていきましょう。お客様の、はい、夏休みもなんだ。
っていいんですか。大変で失礼いたしましたので、ちょっとご案内はなんですけども、あのサービスにさせていただきます。今まで相手が一人でした。今度ね、歌い切ってもらいます。しかも今日は特典、私を除くこの4人のメンバーの中から、あなたが切りたい人を2人で選んでください。もちろん主役の2人を切ることも可能でございます。いかがいたしましょう。誰を切りたい。武蔵さんと暴れん坊さん。暴れん坊さん。皆様、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。